L M のゆるラジ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 。はい、どうもどうもこんばんは。こんばんは。はい、今日も始まりました。今日は第5回目ですかね。5回目 FLM のゆるラジ、今夜も3人でお送りしたいと思いますけど、じゃあまずはまた自己紹介から。リーダーの翔吾です。 SHOGO 翔吾で検索してもらったら YouTube の方出てまいりますので、よろしくお願いします。そして、はい、次は写真家のトミーさんです。はい、トミーさん、トミーさんです。そして今ちょっと今日はですね、実言うとニコ生でね、生放送でちょっと配信する予定でいますけど、ちょっと今そこでやってくれてるのが、なんと第4回から出演してきました、はい、ちゃんのベーナーです。それで定着。それでやっていこう。俺たちはじゃあなん、ちゃんのベーナーで呼んだがいい。ベーナーで。ベーナー、うん、ベーナーでいいと、うん、いいよ。ベーナーでいきますか。じゃあ、俺し。まあ、普段はね、みんなちょっと呼び名違うんですけど。そうやっぱね、ラジオっていうことで。パーソナリティっぽくやっちゃおうかということで。キャラ作りをしてね。そうですね。うん、まあ、今日も始まったんですけど、今日はちょっとね、前回前々回とかちょっと固めにちょっとなってたんで、うん、今日はちょっと本当に俺たちのね、いいところと、ね、いい雰囲気のいいゆるさを、ね、ゆるさを出していけたらいいかなと、うん、ということで、ちょっと多分、まあ、配信、生配信は次のやつからですな。そうです、ちょっとテスト配信、今ちょっとやってるんですけど、まだ YouTube なんで、だいぶもうこれを聞く頃にはもう終わってるそうですね、これちょっと多分で、これ配信、この音だけの配信は、まあ、YouTube で配信してるんで、まあ、全然見れないと思うんですけど、うん、なので、まあ次一応 Twitter もやってますんで、チェックして、そうです、 FLM で検索してもらえれば、そこにリンクあるとかな、リンク貼る形になったか、貼るような形で、ここけどニコ生はあれかね、そのあれば持っとかんと見れん、アカウント、アカウント作らんとダメとかな、うん、よかったらじゃあアカウント、うん、皆さん作っていただけると、そうそう、まあ、このしゃべりに映像がついたっていうあれだったから確かにゆるい、うん、そのめっちゃゆるい。まあ、次やるときはちょっと多分もう飲みながら食いながら、もう本当何、ラジオの新しいスタイルをね、確立させてると、この3人がここから地方からね、バシッと、そうそう、意外とほらもうみんなカリカリしてる時代だからさ、そう、こういうゆるいのを聞いて、ちょっと心のね、癒しというか、みんなの中にこうね溶け込むようなね。FL、まあ俺らにこうちょっと親近感っていうかね、巻いても、もうコメントなんかね、バンバンもう緩い感じでやってんのみたいな、そんな感じなので、何でもいいんでしていただけたら、俺らもう来てんじゃんみたいな、テンション上がると思うんで、うん、ほぼほぼ、トミーしか映ってないね。トミーだけかな。ああ、ちょっと、あ、俺なんか、幽霊っぽくなってるけど、ベーナーさんは、ベーナーさん全然今日は喋れない感じかな。ちょっと今、カチャ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 、ちょっとやってもらってるんですけど。ちょっと待ってください。はーいね。まあ、じゃあ、ちょっと2人でトーク進めますか。そう。俺がいけるのがゆるラジだからね。そう。あ、もう3月も、あ、今日ホワイトデーやん、よう考えたら忘れてた。俺昔言ってないやばい、俺もう何もそうなんです、これ実はあのね、あれでもらったんですよ、1ヶ月前のバレンタインでもらったやつで、そういうことをするわけですねそういえ、来てて忘れてたみたいな、
そうなんですよ。こっちのもそんなもんですよ。そんなもんですかね。去年はめちゃくちゃ怒られた。トミさん結構そういうのすっぽかすっていうか。あのホワイトデーだけはね、いや、ホワイトデー覚えがないから。今なんだろう、その会社とかでもやっぱもらう系とかもらわない系、なかなか返すのも大変よね、ちょっと実は。そうそうそう、もらったはいいものの、その男側からするどうなの、うん、あのね、ちょうどいいことにバレンタインもホワイトデーも土曜日だったから、ああ、あの仕事が休みで、なるほど、そうそうそう、今回そう、もらいもせず、それいや今年のあれは、そうそう、だからまあちょうどよかったかな。ちょうどそれはちょうどよかったというのかどうかちょっとまあ疑問。なんかほら会社の人に返すのってちょっと照れくさい。ああ、いや難しいっす、難しいよね。去年はみんなで大体こうやっぱ会社だったらこう一人しかその会社がまとめてしかね、こうやるパターンが多いよね、この代表というかで、こういくら出してみたいな、みんなにバーってジミーさんとかね。まあ、ホワイトデーですよ、ホワイトデーイベント、イベント、そうね、イベントっていうのは、まあ、いろんなイベントがあるけど、まあ、明日はトミさんはですね、そうです、まあ、友人の結婚式に、そちらもカメラマンで、がっつり撮っちゃって、伸びながらですね、そうですね、いいな。そういったこともできるんですよ、トミさん。そうそう、もうね、全部タダでやっちゃう。おタダで取っちゃう。お、聞きました、皆さん。タダだって。タダで取っちゃう。今ならね。そうそう。まあ、友人割引ってことでね。そう。いいんじゃないですか、それも。必要としてくれてるところには、やっぱね、いや、いい、求められるっていうのはね、嬉しい。もう本当ありがたいことで。だからね、頑張ってたらね、誰か見つけてくれるからね。まあ発信するっていうのは大事。そう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 、こうやって俺らも今発信してるけど、その通り、その通り。まあまず、まあ、やることにね、そう、やり続けること、そうそう、これももう今日5回目やけど、これがこう10回20回100回こう溜まってった時に、ちょっと100回なんかやりたいね。あ、いい、いい、なんかやりたいね。100回記念。まあもうその頃に多分企画も結構そう、ね、いい感じに、ちょっとゆるラジらしくなくなってきたかもしれないけどね。ちょ、番組っぽくなってる可能性はあるよね。まあそれはそれで、そうそう、やりながら成長、自分らも楽しみつつ、その、皆さんに、ね、こう聞いてもらう人が、やっぱリスナーがあってのラジオ、そうそう、何でもそうやけど、いいこと言ったね。求めてくれる人が、まあ、ここでベーナー入りでございます。まだなんかカチャカチャやってますけど、やっぱもうベーナーさんがパソコンに強いから、それはありがたいね。なんだかもう助かってますよね。もう任せる、パソコンは任せるよ。任せちゃうよ。ここまで、うん、よくはけど、まあ3人の中では一番できるやろ、けん、プロよ、プロ。俺らの中じゃね、もう俺から見るとね、もう神様、もうやばい、神様、もうベスト電機のその店長さん、そん、ね、例えが弱かったね。間違えました。ちょっとね、難しいんですよね。まあ、まあそんな感じなんですけど、うん、まあなんか昔結構バカな、ああ今ちょっと一瞬ファって思い出したけど、うん、その夢とか、最近夢とか見る、夢、その寝る夢ね、そのこういう夢とか、寝た時の夢ね、見る夢とか、なんか最近見た夢とか。最近はね、全然夢見てない。それは羨ましい、逆に。トミさん羨ましいよ、それ。まあ熟睡してる証拠、ね、ぐっすりと寝ている証拠でしょうね。もう俺全然もうバリッバリ夢見まくりで。どんな？なんかね、最近ね、まあ、夢も、まあ、まあ夢って結構忘れるけどね。おー、そうなんよね。忘れるよね。おー、この間何見たかな、結構絶対、けど昔子供の頃に、うん、絶対見る夢っていうか、その熱がある時に見る夢っち、うん、あったよね。俺が見た夢で、うん、一番あの昔そのトイレが、うん、ボットン便所、うん、今の水洗じゃなくて、うん、ボットン便所で、
これもう必ず熱が出るときに必ず見よった夢がドア開けるドア怖いやつトイレ怖くはないかなちょっと多分トイレのドア開ける開けます普通にそのボットン便所あります、うん、普通まあ普通にトイレ行く感じで開けて、うん、そこはまあ普通のサイズなわけよね、うん、ボットン便所のサイズが一歩二歩歩いていくうちにどん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 そのボットン便所大きくなるっていうか、うん、大きくなると思ってさあいざ台をしようとまたがった時に、うん、で俺自分が落ちていくボットン便所に多分自分が歩いていくたびにちっちゃくなっていきよったと思ったパッパッパッパがちっちゃくなっていやーボットン便所に落ちるのでなかなか怖い場合怖いよ下クソまみれだけど、うんまあすいませんね、落ちた時の感じやリアルなのいやヒューいやヒューで落ちよるって落ちて真っ暗でうわー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 バーン起きたら汗だくだくの あこ切ったこれ絶対熱ある測ったらまあ8度近くいつもあもうこれ定番あもうこれ切ったみたいな風といえばそれあもうこればっかりやったっすねこれまあ保育園小学校ぐらいまで見えてたかな怖いないやなかなかあので便所が大きくなっていくあの怖さちょっとこう体感してみないとわからんけどちょっと怖いよこれは俺もよくそういう風邪ひいた時に出る夢っていうのがありましてこれそれ今も見る今も見るねたまー見るこの間風邪ひいた時あーそうちょっと風邪ひいたつぶやいとったよねもうね辛かったよあ風邪はね8度6分あーきつインフルじゃなかったみたいなもうあのなんかこうだるいなみたいな指がえらい太くなる夢あ夢で指が太くなるめっちゃ指が太くなるでかくなっちゃったの太くなって指がでかく腕じゃなくて指が腕が腫れ上がるってことこうえらい腫れた感じになってあいやいやね爪楊枝をこう触るわけうん、爪楊枝を触ったら俺ブエーッともう吐くどういうことせってトミさんそれどういうことか爪楊枝でかくなった腕で爪楊枝を触って吐くそう爪楊枝をこう持つ仕草をしてでかくなった爪楊枝はつまめるってその指でかくなったらつまめなさそうやけどねつまめるんですよで吐くそうつまんで吐くつまんだら吐くもう一気にこうゴミ上げてきて現実世界ドゥッあ実際起きたら吐いてるみたいなじゃあ消したらいいよなくてそれで起きるみたいなうわみたいないやあのそれをもうほらあの夢とこう分からんからちっちゃい頃はなるほどなるほどでもそれになったらちょっとみたいな爪楊枝掴んでからトイレトイレなるほどなるほどもう今はもうあんまり入ったりしないけどねトイレでそのね落ちていくっていうね立ち上がるそれ俺かそうね吐く昔はよう吐きよったなトイレとよく友達でしたよそんなに未だに友達の時にたまにねお酒でしょお酒ですねそれはもうもうない最近はないかな昔はよかったな正午はアルコールは何をいつも晩酌とかするの晩酌基本しないしないんですねトミーもしないトミーもしないベーナーさんもベーナーもしない意外としないんですでここぞちゅう時でみんなねそうそう集まりとか、うん、結構今多いじゃんねそういうスタイルの人が、うん、晩酌主戦で、まあ、そうそうそうまあ飲めばいいまあ好きなら飲んでいいんでしょうけど、うん、そうそうそうまあ飲みたい時に飲めば一番いいよね。やっぱ楽しく飲むのがね。そうそうそう。いいからね。まあ、飲みニケーションっていうぐらいだからね。おお、飲みニケーション。そういうの、ね、いや、全然言わない。ちょっと言ってみたら。ちょっとね、あんまり言わんと言いたくなっちゃう。飲みニケーションね。よう、いいよつとあったね。CM でも昔やるってあれだから。本当？なんか、うん。なんか酒の多分 CM やったと思うけどな飲んだら飲む乗るな乗るなら飲むな普通まあそんな感じで夢やねあ夢俺あと一個その空飛ぶ夢とか
結構夢っちけど深層心理とか、ね、あそうあるじゃんね、全部その時その時に結構そういうの調べるけど、ベーナーは夢は見ないのよ。なんかね、面白い夢とかない？この前見たんだけど忘れたんでしょ。なんか忘れたね、絶対そうだと思った。萌え系でしょ、萌え系なの？それはないけど。あ、それないと。あ、俺この間マリコ様が出てきた、そういえば。え？篠田のマリコ。篠田のマリコさん、ね、出てきとったけど内容忘れたね。またどうしてスケベな夢でしょう。いや、違う、もうベーダーさんじゃないんだから。なぜ？そっちになすりつける。ベーダーさんがエロキャラになる気やめとく。そうね。エロキャラ。そうね、夢は見る。空飛び夢は結構見るかな。最近は見らんけど、黒ずくめの集団に追いかけられる。それなかなかやね。そう怖い。それかな。いや、わかる。なんか黒い集団に追いかけられる。怖いね。うん。それなんか多分現実逃避。そう、めっちゃね、小学校時も高校の時とかぐらい追っかけられる夢って何やったかな。なんか捕まらん、絶対。ああ、それある。逃げて。あ、隠れて。大体あの、田んぼの側溝のとこに隠れてる。でね、田んぼの側溝ってあの水。そう、溝のとこにこう入って。大体あの、溝に隠れてる俺。あじゃあ大体、トミーを探すときは溝を見れば、見つけたって。そう、大体溝におるけん。大体溝におる。大体溝におる。あ、あれ夢の中で夢って気づけるは？気づける。嘘。気づける。多分気づけないと思う。俺もあれ気づける人すごいね、いいね。なんかあれもいろいろ理由あったっぽいけど。じゃ気づいとるんやけど、うん、本当に夢疑いかなって思って思い切ったことできない。ああ、けど一応夢かな。これ夢やろなって思ってる。もう全然、もう本当にもうありえんやん。大体なんで自分、なんでやかね、夢ってそげん。俺絶対気づけんじゃんね。普通に起きたら、あ、よ絶対考えればもう余裕で夢なのに。で、夢って気づいたら好きなことできるじゃん。思い通りにできるって聞いたけどね。勇気がないんだもん俺は。そこ断言しちゃう。勇気がない。勇気がないんだもん。勇気がないんだもの。あ、それでちょっと思い出した。この間その診断のやつ3人やったって、うんうんうん、トミーさんから来て、あれ3ヶ月ピシャリ3ヶ月言ってた。3ヶ月以上。あ、以上、みんな3ヶ月。それな、詳しくなんて書いてあった。いや、もうあなた絶対叶えられる人だから。人のことやね。やっぱ3人揃って、やっぱ俺らっていける。そう、多分同じ時期に叶うってことやろね。多分それは多分そのでっかい夢だけじゃないと、夢もね、そのいろんな夢があると思う、うん、そのうちの一つは必ず3ヶ月、うん、ね、後には多分何かしらね、うん、1個は多分形になっとるとやろうなと思って俺も見よって、うん、なるほどと思って、これは来るなと思って。夢を叶えられるかどうかっていうね、ネットの診断がございまして、これ突然話したら来そう。そうそう、あんな話しそう。まあ LINE でね、トミーさんが俺とベーダーさんに送られてきて、ちょっとやってみみたいな、それの結果です。あれ、なんか有名な人かな、あの誰やろ、ね、カウンセラーって。はい、結果アプリで探したっけ。アプリっていうか、こうネットで見て、そうそう、診断が、まあ、ちょっとやってみっかと。まあ不安になった時はそういうのに頼るのもいいけん ね、 そうね。いや結構そうね、そういうのは、うん、まあでもそれに出会ったってことはまあなんかあるってことやけんね。そう、それを思って、 そのタイミングで、そう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 、最近結構俺も思うっちゃ、うん、このタイミングでここ、そうそうそう、あ、これ絶対意味あるなとか、多分リスナーの皆さんも、うん、これを聞いたっていうことは、でもそういうアンテナをね、貼っとった方が絶対立派なしで、貼っとった方がその、うん、チャンスを拾える力、そう、気づける力、ね、力は、うん、
常にねこう意識やね、そう意識するって大事やからね、何でもいいんすよ、だからふわふわして楽しいなって何でもいいけど、そのそうこれはもしやそれね、そうね結構ねそういうのもあると。ねピーナさんどうですか、ピーナさんどう、もう一時なったんやけど、あもう配信できた感じ、うん、ちょっとなってたんやけどまた止まった、うん止まった、これ Wi-Fi 状況が悪いとか違うわけじゃない、環境のせいではない、ネット環境のせいじゃない、こっちに繋いでる、ちなみに今閲覧者はゼロゼロンティーかな一回閉じてみようかな、今話してていいよ、あはい、みんな皆さんマジちょっと本当にニコ生やっていくんで、よかったらそう、まあラジオもちゃんと定期的に配信してますし、まあ1回からちなみにもう5回目なんですけど、そう早くもね1回目早いねから聞いていただいて、結構再生回数何気に告知全然しないんだけど10回が俺らの中ではまだね、告知してない中での10回ってどういうことって思うけど、うんやっぱちょっとこうね見てくれてるんでしょうね、そっから入ってくるじゃん、うん、それもまあ自分らで聞いたっていうのもあるやろうけど、1、2回としてもそれ以上にね、そうね多いので15、6回っていう、まあ、全く告知してないですよね、これやってる割には告知をしてないというちょっと矛盾感はあるんだけど、まだちょっと自分らがねこのリズム、まだ未熟っていうか気軽に、まあ、そのうちねもうまあ多分これはもし聞いてやってここの今このね今もし聞いてくれてるならそこでその自分のね Facebook なり Twitter なり何でもいいんですけど、そこで広めていただけるならそれはそれでありがたいことであって、うん、まあちょっと自分たち的にはまだちょっとねそうタイミングっていうか、なんちゅうかね、まあそれも広めるべくする日が多分、ねね、来るだろうし、まあ多分1回目から比べたらだいぶ良くなってるかもと思う、あんま聞き直さんけどね、たまに聞けるけど、喋り直れてきた感じはあるかな、最初はもうとにかくまあ最初のうちにかもうガチ飲みやったけんね、そう本当に飲んで食ってもう自由気ままに確かにそれある、うん、何喋ったか覚え、まあそういうもんよねラジオでも、まあちょっとまだこう ねこれも半分すであり半分ちょっとねキャラ的なものもあるけど、まあ、難しいよねこの配信する側ってはまあその難しいよ本当に、昔多分ラジオとかだったら本当の昔のラジオだったらその時しか聞けんや、そのかテープに録音するとか、ね、今こうやってこう YouTube とかでも配信して残るやん、記録に残ってしまうけん、うん、変にねそう言ってはいけない、それ、うん、気をつけないかんとかも、ね、気をつけないけないかんとかも、あとここはこうちょっとねまだブレーキかかってるというか、ね、そうそうそう何でもかんでもこうね楽しければバーって、うん、まあ本当はそれぐらいがやりたいんだけど、うん、やっぱねもう大人ですから大人やけどそうそう子供の気持ちを忘れずに、そうこうね、そこの行きたいですよね、いやけどなんかこうアクティブな大人とかもう40歳50歳でもやっぱそういう気持ちが残ってる人がやっぱ、うん、やっぱねやっぱその何歳になろうがやっぱそうよね、やっぱ好奇心とか大事だよね、大事、やっぱ情熱とかドキドキする心、ああいや本当にそれ大事、こうやって俺らこういうのが楽しいもんね、やっぱ自分ら自身も楽しい、そうそういい、こういうのがこれをねちょっとある程度形にしてやって、そういつかね、行けたら、ね、けたらと、これでなんかおこいつら面白いじゃないかちょっとえなんだっけ、ね、ショーゴとトミーとベーナいいのいるじゃんちょっとじゃあまり走らせてきて、ね、何これちょっとチェックチェックってどこにいるのっつって、ちょっとうちの FM で喋ってもらおうよっつって、それいいね、もしやなるのを想像しながら、ね、やるのが楽しいじゃん、
まあもうその頃もう最終的にはね自分らの会社でねこう本当にやっがっつりやっていくっていうのが夢の一つでもあるし、うん、まあねもうそろそろいい具合の30分そうですね、時間早いよ。まあもう今回5回3人でやったけど5回目、そう全然ベーナーが喋ってパソコンのカチカチってそう相槌も相槌も相槌やし、まあ、ベーナーいたのみたいな、ベーナーさんいたのみたいな、いますいましたいました。ベーナーさん最後になんかじゃあちょっとベーナー節をお願いします。一つなんか残していってくださいよ。何を傷跡ザッと。この前は2人に不評だったので僕は不評じゃない、そんなことはない、不評ってことはないけどとっても不評だったみたいですね。また自虐に走る、まあ、ちょっとそのマイナスなことばっかり言うて自虐ネタ、まあ、まあこんな感じで、そんな感じでね、まあ、3人でこれからもですねやっていきますので、いい感じに、まあみんなもねゆるくまた聞いてもらったら嬉しいかなと思います。そうそうそう、いいと思います、はい、それでは今回第5回こんな感じで終わりますかね。ではじゃあ第5回、お相手はゆるラジ SHOGO ショーゴとトミーさんとベーナーでした。それじゃあいいじゃん、またね、おやすみなさい、おやすみなさい、第6回で会いましょう。